球を。ああ、ダメだあれは。まるで面白くねえ。あの程度な俺が出る前に、お前がやっとけよ。この件は、あ、よしとしよう。殺さなかっただけでも、お前としときだ。だが、空竜のドラソウル、もう回収しては来られない。ドラゴンソウル？ああ、そういや、ヨアヒムがそんなこと言ってたっけな。悪い、すっかり忘れてたぜ。ドラゴンソウルを手に入れることは、お前にも無関係ではない。それを、言えるのか？ああ、そういや、そうだったな。大丈夫だ。次はちゃんと覚えとくさ。空竜の剣はそのぐらいでよかろう。所在の格としては十分だ。出しの機会は改めての海竜、明竜のドラゴンソウル捜索と、すでに入手している陸竜の解析。まずはこちらをればよい。明竜は光竜に匹敵する力を持つという。これは何としても確保しておきたい。父上の望みを叶えて差し上げるためには、いずれ光竜の力も必要となるが、これについてはゲオルグ、捜索の指揮を頼む。はっ。復元し、しらみつぶしに遺跡を探るところです。陸竜のドラゴンソウルについての解説のようだが、ゲイルリッツ監獄にこもっております。初めて手に入ったユグドラシルのドラゴンソウル、すっかり夢中のようで。うん、自分の役割は理解ようだな。では各員引き続き任務達成に向けて行為、軍議はこれまでとする。皆の者、ご苦労だった。下がってよいぞ。は、失礼いたします。工事を殿下。どうした、ベアトリス。聞こがらん。え？何をおっしゃるんですの？私はエクセラ様好きですよ。常にあなた様のおそばにおりまが、それでは困るであろう。ゲオルグへの今日何のことですの？ごまかすな。貴公の本当の任務は、私、教会側に報告することであろう。お見通しでしたか。私はお役御免ですか？それとも。なぜだ。世話をしてくれるものは必要だ。引き続き貴公に頼みたい。それは意外なお言葉ですわね。どうして？刻印協会の騎士の中では、それはないでしょう。私は生まれついてルフなんですよ。そうはおまんな。生まれついての裏切り者が、あのような態度を取るとは思えん。どのような態度、ですの？私の子を追っていくたび、貴公はまるで自分を傷ているように苦しげな。そして、自分で気づいていなかったのか。その顔を見せる者が根っからの裏切り者とは思わん。エクセラ様、ご用はございませんでしょうか。いや、失礼いたしましたわ。それでは。母さんが死んだから、僕はアルフヘイムの辺境にあるエルフの村に移り住んだ。光竜を宿す者として使われた。村の人たちだけど、村の人たちは僕の中の光竜を奪うと同時に怒ってもいた。だから
誰も必要以上に僕と関わろう。もちろん友達なんかできやしない。村の中ではいつも一人ぼっち。とても寂しかった。だから僕はつい母さんの言うこそ交流になれば空を飛んでどこにだって行けたし、大きな岩をおもちゃみたいに転がすことも、あとの交流の力を使っている間なら僕は何でもできる。そんな風に思えてとても楽しかったんだ。力を使うのならやれるようにと何度も言っていた。僕はその意味も深く考え、村の人にいろいろ言われたくないぐらいの気持ちで聞き入れていたんだけど、ある時その言葉の本当の意味を嫌というほど思い知らされたんだ。みな、ご苦労だった。よくぞ手に入れてくれた。回収してきたドラゴンソウルは修理する。これの覇気にも期待しておるぞ。ところでソニア、怪我の具合はもういいのか？ええ、大してありませんから。そうか、ならばよかった。しかしお前に敵を得るとは随分と手強いだろうな。いえ、違います。それは僕のせい。しー、ユーマ、いいんだ。そのうん、王様たちに無駄な心配かけることはね。とりあえず黙っとけ。あ、いやゼストってやつ帝国最強でさ、さすがのソニアもこの始末だ。いや、あんな強えのは初めて見たよ。そうか。それではバローズ、そなたの方の状況はどうだ？はあ、実はまだ敵側の動きについて確たる情報がおりません。したがって姫たちに動いていただくほどの重要な作戦もございません。我が配下の者たちが情報をつかむまで姫たちには城下で待機していただければと思っております。待機ですって？でも暇ではございませんぞ姫。休める時に休養を取り、次なる戦いに備えもまた大事な騎士の役目。幼い頃王と私が口を酸っぱくしてお教えしたはずです。お忘れかな？それはまあ、そりね。わかったわ、待機します。ん？では皆の者、ゆっくりと英気を養ってくれ。どうも。こんにちはですぞ。Thank you.
お帰りなさい。英気を養うか。さっきの話だと実質的には親ってことだよね。だけど急に休みっていう、何をしたらいいんだろう。ちょっとよろしいですか。おっ、キリコ、空いてるから入ってきて。失礼します。あ、どうしたの、キリカ。そんなところで立ち止まって。あなたはユーマーですよね。もちろんそうだけど。だから私とマルガの町を回ってみ。町を？ど、嫌なのですか。私とでは出かけないということですか。え、あ、いや、そんなことはないよ。そうですか。では、一緒に参りましょう、ユーマ。わかった。行こうか。
その通りです。いつの間にかこんな時間だ。海猫邸に戻らなきゃ。そうですね。それでは帰りましょうか、ユーマ。うん。あれ？ねえキリカ、今僕のことユーマって呼ばなかった？呼びました。朝からずっと。そうなの？でもそう言われればそんな気も。ごめんよ。かいいのです、気にしないでください。それよりも楽しかったです。ありがとうございました。いや僕の方こそ、さすくれてありがとう。ユーマ、エマさんが。そうだね。今歌ってたのキリカ？ええ、そうです。どうでしたか？うん、そんなことないんだ、ごめん。そうなのですか？うん、確か俺は。そっか、キリカ、こだね。そうかもしれん、時々。あ、どうか。この前たまたま聞いて、素敵だなって思ってたんだ。そうか。今の歌ちゃんと聞いてみたい。よかったら歌ってくれないかな？え？嫌ならいいけど。いえ、そんなことは。ですが、
そのように言われたことがまでなかったので。わかります。ユーマがそういうのでしたら見ます。あの、ユーマ？どうでした？ごめん、まあ、僕、なんていうか、まだキリカの歌が耳に残ってる。すごかった。こんなに聞く歌、初めて聞いた気がする。ありがとう、キリカ。本当に言った。いえ、その、私は。こちらこそ、聞いていただけて嬉しいです。私も普段とは今まで歌えた気がします。温かいというか、説明はしづらいのですが、なんと言ったらいいか。いいんだ、キリカ。無理に説明しなくても。歌を聴いただけで気持ちは十分伝わったから。そうですか。さあ、そろそろ海猫邸に帰ろう。なんだかお腹が空いてきたよ。ええ、私も。では、ふふ。